めっちゃいいじゃん。いやー、めっちゃ練習した。いや、してない。すごいね、もう滑らかにしてるね、全部素晴らしい。じゃあまた俺がいろいろ言う前にまずは自己分析してみよう。なんか F が毎回合わなかったり、割と指は動かせるようになって、止まらなくなったのすごいね。もうそれ感動しました。なんかあれだね、ゲーセン合わせはすごい仲良く、右手が仲良くがきっと仲良くできてるけど、ゲーセンと仲良くすると相性悪いね。ちょっと極力ゲーセンと仲良くできましょう。よしよし、じゃあ早速いきますか。一回リラックスして、前にフィードバック、みんながやったフィードバックを作るんですけど、なぜ俺が良かったテーマを考えて言ってもらってるかっていうと、絶対に本番とかに緊張するわけです。その時にあんまりそう普段の練習からあの良くないって、もちろん良くないっていうのは改善していかなきゃいけないんだけど、そこばっかり目がいっちゃうと、ここまでイレギュラーとか起こって、あ、こういつもできたのにできなくなったなみたいなところに、フォーカスしちゃうと、どんどんできてた頃もできなくなってきちゃうと。なので、ここはいつも通りの、どれにしていくか、良かったね、良かったねっていうのを察していくと、冬は連鎖に落ちられてするというような目標です。よし、行きましょうか。確かに行きましょう。困った。どうしたどうしたちょっと、何が困った。いや、ああ、全然ね、レッスンの中で今日は全部できるようになるので、3時間前に全部してくるので大丈夫です。はい。ポイントを探す。このテンポで4拍伸ばすので結構お前に攻めていいと思う。裏がいってもいい。この調子がさ、
って、こっち行ったんだけど、まあまあまあ、いいよ、こっちも。そっちがいい。強制してるわけじゃないんだけど、さっき取れてたから別に、お任せにしちゃったら、こっち行って。
一回で頑張っていこう。一緒に行こう。せーのい。じゃあ、オッケーよ。いいね。いい、そい、イェイ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今日はレッスンの様子を撮ってみました。いかがでしたでしょうか。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。また。